モニカラジオ。皆さんおつもに、キリガヤトーク役の菅田ひなです。皆さんおつもに、広町ななみ役西尾優香です。この番組は私たち2人が番組を通して様々な企画にチャレンジしながらバンドとしての絆を結んでいき、うん、輝く景色にたどり着くために成長していく番組です。はい、はい、今回もリモートでお届けしたいと思います。はい、ということでリモートなんでちょっとね、うん、まあねハプニングがいつ起こるかわからないんですよ、うん、そうなのよ。ねそうピンポーンとかさそうなんかさ前々回になるのか、うんうん、そう生放送だった回でさ、うんうんうん、あのモルフォニカ5人でね出演してた生放送の回で、はいはい、本番中にはなかったけど、うんうんうん、リハーサルの時にさね、うん、あやさんピンポン来てたピンポン来てたよね本当にね。そうめっちゃ笑ったもん。本当本番じゃなくてよかったね。いやしかもさなんか2回ぐらい来てなかった。そうめっちゃしつこかったよねめっちゃおもろかった。うそうそうそう。いやね今日はそんなことがないようにね、はい、ね充電切れたりとかもしないようにね祈りながら、ね、そうそうそういやそう電波も安定してますようにと。そう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 頼んだ、ね、頼んだということでそれでは始めていきましょう。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ今回もスタートでーす。スタートこの番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りします。改めまして菅田ひなです。西尾優香です。ですね、今回は皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。うん、はーい。ということで、ラジオネーム、池野エメラルドさん、ありがとうございます。ありがとうございます。菅田さん、西尾さん、おつまにー。おつまにー。僕は健康のために今年に入ってから毎日寝る前にヨーグルトを食べるようにしているんですが、うん、最近なんとなく体の調子が良い感じがしています。かっこ個人の感想です、うんうん、お二人は自分の体のためにしていることってありますか？ですってありがとう。はい、ありがとうございます。何してるかな。何してる？今朝ねヨーグルト食べた、うん、体の感じは調子良い感じですか？普通個人の感想だからね。あ、個人、そう、個人の感想だからね。そう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 だね。私は、何、うん、意識的に、野菜は結構取ってるのよ、うん。なんかスープにめっちゃ種類いっぱい入れて、野菜さんのスープ飲んだりとか、はいはい、あと、意識的にお肉をめっちゃ取るようにしてることかな。うん、おー、気づいたら肉取らないんだよね、お肉。いや、お肉大事よね。そう、もうタンパク質大事。頑張って買って、うんうん、食べるようにすごい、うんうんうん、無理やりじゃないけど食べなきゃみたいな。おすごいしてる、うん、いやもう食べるものはねなんか気をつけた方がいいよね。うんうん、やっぱ食べ物大事だね、うん、そう大事、うん、だからヨーグルトもねきっと乳酸菌でしょ、うん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 、腸の調子がね良くなるんで。そう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 、やっぱ人間その辺大事ですから、うん、ヨーグルトいっぱい食べてお肉もいっぱい食べて、うん、ね運動もしないといけないですけど。そうだね、それは個人の力量にかかります。はーいということでありがとう。ありがとうございます。続いてのいじゃあお便りです。はい、ラジオネーム高望みなハードルさん、ありがとうございます。ありがとう。福田さん、西尾さん、おつもにです。おつもにです。自宅で仕事をする機会が増えているんですが、うんうんうん、ある程度落ち着いたらご褒美に高いお肉を食べようと計画しています。二人は自分にご褒美を与えるとしたらどんなものにしますか？なるほど。です。ちょっと言っていい先。いいよ。あ、なんかね、ちょっと電波悪いわ、うん、俺ちゃんの電波、すごいビュンビュン、なんかすごいよ、なんかめっちゃかかってるよえ、音声に？音声がね、ビュンビュンってえ、でもね、音声はね、うん、
逆に私の方はね、音声は、ひなまるの音声聞こえてるんだけど、絵がね、止まってる時がある、たまに。こんな感じ。そう。静止画で喋ってるみたいになってる。あらあらあら、やばいやばいやばい。切れる前に頑張って撮っちゃおう。ねえ、そうね。なんだっけなんだっけなんだっけ。あ、ご褒美か。ご褒美を自分に与えるとしたら、どんなものにしますかっていう。外に行って、友達とおしゃべりしながらご飯を食べる。うんうんなあ、何でもいいから誰かと一緒にご飯を共有して食べたいですね。なんかそんなストーリーあったね、モニカの中にも。あれちょっと待って、今思い出してるからあれ、あ、違う、あったんじゃなくて、したいって言ってるだけかもしれない。あ、ナナメイ、ヒルマチが食べたい、みんなでそういう普通の青春したいなって言ってただけかもしれない。あ、そうだそうだ、それが多分それこそ、あの庭で一緒にお弁当を食べるのとか、あの、うんうん、青春って感じでいいよねって言ってたよね。あ、そう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 、それだそれだそれだ。よかったよかった、危ない危ない危ない。覚えてる、ごめん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 。ガゼボとかでしょ、ガゼボでしょ。あ、そう、ガゼボね。これ今言って伝わるのこれ。伝わるよ。出したっけこのネタ。出してない。あ、ダメじゃん。じゃあね、後ほどまたガゼボについてはいつか詳しく喋ろう。うん、楽しみにしてください。今後お楽しみに。おえちゃん、ご褒美は？ご褒美？食べ物、なんだろうね。まあ、ごちそうは何ですかね。散々ジャンクフードとは言ってるけど、それ以外で普通にご褒美っぽいごちそうだったら、まあでもすき焼きかなあ。じゃあやっぱ私とすき焼きを食べて、うん、私もおゆちゃん食べておしゃべりしながら食べるからハッピー、うん、もうこれだね。あ、もうすべてかなったよ。ここに繋がるわ、うん、そうだね、そうしよう。私たちのご褒美はすき焼きだね。すき焼きです。じゃあ次いきますね。はい、ラジオネーム、あしかきゅうすけさん、ありがとう。ありがとうございます。モルフォニカの皆さん、こんばんは。こんばんは。私はこれまでバンドリーについては初心者だったのですが、うん、モルフォニカの皆さんの活動を機にガルパを始めました、うん、まだハードモードをクリアするので精一杯ですが、ガルパを通してこれからモルフォニカのストーリーが紡がれていくのは楽しみにしています。ところでトーコちゃんには丸々じゃね、いやミクロンミクロンといった口癖がありますが、皆さんは何か口癖ってありますか、とのことです。ありがとう。はい、ありがとうございます。なるほど、口癖ですか。口癖ありますか。あるなんかってよく言っちゃう。あーでもわかる、私もなんかなんかってとりあえずなんかから入るみたいな。めっちゃわかるな。そうだわ。しかも意識しだすと余計に言い出すんだよ。あー、なるほどね。そういや難しい。そうそうそう、なんか日常に盛り込まれすぎて気づけてない口癖レベルかもね。そう、今も言ってたしね。ね言っちゃうね、やばい、ね、なんかそんな気するよね。なるほどね。確かに確かに。なんかかんだよ。私はやっぱり関西人っていうこともあって、ね、知らんけど乱用するね。よく言ってるね。めちゃくちゃ言ってるでしょ。言ってる言ってる言ってる。もうね、むちゃくちゃ便利な言葉よ。もうぜひ、うん、みんなにもう使うことをおすすめする。知らんけどつければ、うんうん、もう何言っても許されるから。あ、なんか責任逃れてる感あるよね。あ、そう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 。だからもう絶対知らないことでも、なんとかなんだよね、知らんけどって言ったらもう責任はゼロゼロだから。言ったもん勝ちなのよ。そう、めっちゃ便利よ。おすすめする。なるほどね。そう、だから私は知らんけど乱用してます。うん、そんな感じかな。はい、うんうんうん、ということでですね、うん、本日の紹介は以上となります。はい、まだまだ皆さんからの投稿をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。お願いします。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツ、モニカラジオ、輝く景色見てみない。輝く景色にたどり着くため一生懸命活動しているモルフォニカ。そのためには様々なシーンで輝いた瞬間、
つまり世の中のブームや流行のことを知っておいた方が良いはず、うん、ということで古今東西さまざまなシーンでの流行りについてクイズ形式で勉強していくコーナーです。はい、はい、今回は、まあ、ちょっとリモートということもあるので、うんうんうん、挙手制で分かったよって口頭で回答していきましょう。はい、いいですか？ OK です。それでは挑戦していきます。まずはこちらの問題です。ダダン、ラジオネームカンカンボールさん。はい、2000年に IT 革命という用語が生まれ、インターネットを中心にした文化が発展していきました、うん、さてインターネットのアドレスに書かれている www って何を略したものです。はい、いや途中までは分かるよ、途中までは分かるよ。嘘、最後が分かんない。開目検討、ダメだ。私は草生やすしか思いつかないんだけど。わらなんだろう、分かったら挙手だよ。タイムだからね。いや、なんか、WWW。いや、でも合ってそうな気もするけど、でも違う。じゃあ、言っちゃおう。当てちゃっていい？当てちゃっていいのか？うん、当てちゃっていいよ。いいよ。はい、じゃあ、ございます。ワールドワイドウェブ。合ってた！やったー！ワールドワイドウェブ。そう、最後だけがちょっと自信なくて、ウェブ。すごい！ウェブって略称だっけ？そんな短くていいの？ってちょっと思っちゃって。天才？さすが！私知らなかった。大学で習った気がする。そう、うん、そっか、覚えときますわ、うん、ね、じゃあね、うん、どんどんいっぱい挑戦していきたいと思いますので、続いての問題はこちらです。はい、ででん、ラジオネームダモンディさん、うん、1996年に放送されたテレビドラマで、月曜日の夜は女性が街からいなくなると言われるほどの社会現象となったロンバケ。さて、正式名称は何？はいはいはい、あ、はい、手が消えた。はい、これは、はい、わかる。あ、うわ、私が次当てるから。いいよ。ロングバケーション。おー、イエーイ、来ましたね。1996年とかって言われてますけど、やっぱ後世にも継がれているドラマですからね。うん、はい、あ、そうなんだ。え、知らないの？知らんかった。え、知らんかったけど、ただただロンバケって聞いて、ロングバケーションかなとは思った。いやね、これは素晴らしい、ドラマですよ。ぜひ見ていただきたいです。うん、はい、そうします。ということで、次の問題いきましょう。こちらです。ラジオネーム、ヤミーさん。うん、2002年に、多摩川にある生き物が現れたことで話題になりました。うんうん、タマちゃんと名付けられて、この生き物を見るために日本各地から人が集まりました。さて、その生き物とは何でしょうか？はい。お、はや、考える暇も与えてくれない。どうぞ、西尾さん。え、待って、でも、あ、え、タマフアザラシ？あ、違う。え、違う。ブブー。お手つき1回でーす。ってことはヒントをもらったから、多分その辺だな、うんうんうん、ピンポン。はいはい、福田選手、アザラシ。それでいいんですか？やったー。もっと簡単でよかったんだね。なんだ。ごめんね、奪っちゃってなるほど、アザラシが川に現れるってすごいね。あ、たま、あ、たまちゃんって多摩川だから、たまちゃん。あー、なるほど。なるほどね。そうなんだ。ゴマ風アザラシと混ぜちゃったんだな。謎の種類を作ってしまった。もう詳しいね。水族館の店員さんになれるよ。あー、やった。働こう。適当。絶対働く気ないわ。はい、はい、はい、はい。
今回は終了です。またまた皆さんからのね、お便りも、お便りというかこの問題をですね、うん、募集しておりますので、皆さんぜひともよろしくお願いします。お願いします。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、絆で乗り越えろ、モルフォニカチャレンジ。私たちがさらに成長をしていくために毎回変わるチャレンジ企画に2人で挑戦をし、クリアを目指していきます。ということで、今回の挑戦は駆け出しの荒くれ者さんからいただきました。こちらです。ほうほうほう、英単語しりとりリレー。ではこちらルールを説明します。これから2人でしりとりをしていきます。ですが、普通のしりとりとは違い、スペルの最後の文字でしりとりをしなければいけません。例えばブックだったら BOOK で、 K ですね、クではなく、うんうんうん、K で始まる単語、ね、なんでキーとか鍵ね、KEY、はいはいはい、じゃあその次は Y のイエスタでみたいな感じです。お、はいはいはい、こちらをミスをせずに5往復できればクリアとなります。5往復、1,2,3,4,5、こういうことですね、うん、なるほどなるほど、はい、自信のほどは。あ、でも私、うん、こう見えても、うん、高校生の時に英検2級を取ったんですよ、うん、あ、そうなの。そう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 、うん、これ大学に入るためにはいい感じのやつで、うんうん、だから、まあ、まあ任せとけって思うかな。じゃあもう任せてよ、うん、え、おゆちゃんちそこ英語できないもん。ツイッターとかでもちょいちょいスペル違うなって思う。友達とかに指摘される。そう、違うじゃんって言われた。あ、やっちまった、みんな気づかないでくれって思いながら。なかなか気づかないけどね。そう、まあ、じゃあ頑張ろう、はい、往復したら成功だから、うん、ね、綺麗に収めたいですね。うん、成功を目指して頑張っていきましょう。はい、はい、ということでですね、最初の単語はモルフォニカのかというか、CA で A ですね、 A です、はい、モルフォニカの最後 A で始まりです。で、こちら私からいきたいと思います。おい、いこう。おーおー、アップル。無難なとこ来たねー。お、ピンポン。来たねー。アップルでしょ、まずはね。うん、あ、はいはいはい、わかりました。はい、イージー。やったー、いいね。だから、うん、イエスタデイ。ちょっとこれずるくない？ずるくない？嘘。イエスタデイね。うん。え、また、またしかも終わりじゃん。ひどい、苦しめられてる。はい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 、わかります。はい、イエロー。おー、あー、ほい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 、ワールドワイドウェブ。ねえ、さっきからずるい。それ英語、英語か。うわ、ずる。B、B でしょ。私はちゃんと自らの頭から出していくよ。お、B でしょ。うん、B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 。あ、ビッグ。うん。さ、まあ、これはね、簡単だったな。ビッグ、大きいだよね。G、はい、そうです。A、G、G、G、グラビティ。え？やばいやばいやばい、まだ苦しめちゃった。まだ止まりじゃなかった。やっちゃった。やっちゃう。また怖いだよ。これしりとりやってたら嫌われるやつだよ。何も意識してないんだけど。あ、イエーイ。あ、OK らしいよ。やったイエーイ、イエーイ、イエーイ、H、H だな。H、H、ヒステリック、ヒステリック、OK だった。
ヒステリックなんかカタカナでしか見たことないよ。ヒステリック、C かな、何かな、C、ケーキ、ケーク、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、あれこれいくつ目、あ、あ、これね、5億だって、やったわー、ほんと、おゆちゃんさんおゆちゃんさんいや、そんなつもりないあ、もう一回やろうだって、ちょっと私たちが天才すぎてスパスパ進んじゃうから、うんうん、もう一回でできるだろうって、まあ、華麗に決めてやりましょうよね、任せてくださいよ、ね、うん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 、もう Y やめて頑張ります、うん、じゃあ次は何からかな、お、ケーキだって、続きだ、うん、じゃあおゆちゃんから、あ、じゃあ私か、お願いします、ケーキ、ケーク、E だから、うん、E だから、E だから、イージーはさっき言ったから。言ったよ。エレファント。それさ、リハーサルで言ってたよ。言わないでよ。言わないでよ。バレないからいいかって思ったのに。あれ、それ、ね、それね、やめたんよ。まあ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 、丸が出たから、いいとしてあげよう。エレファントね。T ね。うん。うん、私は、うん、リハーサルとは違う流れを言うよ。お、だけど全然思いつかないんだよね。あ、わかった、思いついた。あ、うん、これ私仕返しできるわ。お、タイム。あー、ほんとだーいいよー、じゃあよくないんだけどさ、次は本物だね、今考える単語だね。その辺にないかな、うん、その辺にいいで始まるもの書いてないかな、いいで始まるの書いてないかな、カンニングしようとしているこの辺に転がってないかな、うん、あ、めちゃめちゃ探すやん、お、いや、いや、耳、ちょっと待って待って待って、スペルがわからん、お、待ってくれ待ってくれ待ってくれR かな、うーん、いや、R だと信じて、ラビット。お、やったー、やったー、R だった、あ、ラビット。迷った。T、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 タイミー、手が切れちゃう、タイミー、タイミー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 、タイミー、え、それまたさ、うん、発音的に言う Y じゃないそれ Y じゃないもう Y、Y、Y ね、Y、Y、イエット、よっしゃ、よっしゃ、戻ってきたぞ。本当だ。戻ってきた。だんだん英語知り、英単語知りと得意になってきたよ。うちらね。やばいね。T 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 T。頑張れ頑張れ頑張れ。タイムってさっき言った？言った言った。言ったよね。私言った言った。テレビジョン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 。まあ分かりやすいですね。N ですね。うんうんうん、N、あ、うんって言っちゃったN は、あ、またちょっとこれ T で終わるから、ちょっと私は優しいからやめとくね、あ、もう結構英単語の終わりって似てるね、確かにね、Never、 Never、 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 はい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 、 R ね、 R ね、 RR、 R、 ラビットはさっき言ったから、うううう、ラ、ラ、ラじゃない、ラじゃない、 R、 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 レッド、レッド、おー、 D ですね、 D、うん、D、 D、 D、 D ね、 D ね、うんうん、D ね、 D ね、 D ね、
ディレクション。お、やったー。お、お、これまた、あ、もう満足しちゃった。あ、やっぱり天才じゃない。さすがです。さすが。まあね、うん、これぐらい朝飯ないよ。できますわね、これぐらいね。できますわね、うん、はい。ということで、5往復がなんと2回成功しましたということで、大成功です。いやでもなんかさ、パッ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 と行くのはむずいね、うん、難しいね。これ3秒とかって決められてたら、うん、多分もうね、撃沈だったね。うん、確かに。うん、うん、マイペースにやらせていただいたっていう、ね、うんうん、優しさですね、うん。そうだね、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ということで、リスナーの皆さんからも、頑張って自分はこれができるようになったので2人も挑戦してみてくださいという挑戦のご提案もお待ちしています。以上、絆で乗り越えろモルフォニカチャレンジでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、モルフォニカインフォメーション。ここからはモルフォニカやバンドリ関連情報をお届けしていきます。はい、バンドリ公式 YouTube チャンネル、バンドリチャンネルでは毎週木曜日にバンドリ TV ライブ2020を生放送でお届けしています。またアニメバンドリガルパピコ大盛りも生放送内で最速配信しちゃいます。うん、大盛りになったガルパピコもお楽しみに。詳しくはバンドリ公式サイトをチェックしてください。はい、そして、モルフォニカのファーストシングルデイライトが5月27日の水曜日に発売されます。ブルーレイ付き生産限定版にはデイライトのアニメリアルバンドのミュージックビデオとミュージックビデオのメイキングが収録されています。さらに初回生産分には2020年秋以降に開催予定のモルフォニカライブイベントの最速先行抽選応募申し込み券も封入されます。モルフォニカ初めてのシングル、ぜひチェックしてくださいね。さらにバンドリガールズバンドパーティーカバーコレクションボリューム4が5月27日水曜日に発売されます。うん、バンドリの大人気カバー楽曲を集めたアルバムの第4弾で、全て初のフルコーラス音源化となります。モルフォニカからはチェンジを収録、いろんなバンドの魅力が詰まった一作になっておりますので、ぜひチェックしてください。詳しい情報やその他の情報はバンドリガールズバンドパーティーの公式サイトでご確認ください。以上、モルフォニカインフォメーションでした。バンドリガールズバンドパーティープレゼンツモニカラジオ、エンディングです。はい、番組では皆さんからの投稿をお待ちしています。メールアドレスはこちら、番組ページにフォームがありますので、そちらから送ることもできます。さらに響きラジオステーションの番組ページでは楽屋裏トークを22時より配信します。ぜひこちらも聞いてください。お願いします。お願いします。ということで、今回は、うん、まあ、前回とは打って変わって、うん、絆がよりググ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 グっとググググググっと頑張りましたね。1回だったね。よかったね、本当に。本当によかった。本当によかった。本当によかったよ、もう。いやー。ねー。ねー。だってそのね、溝が空いたままでさ、また次回の収録まで引きずるとか嫌じゃん。ダメよ、そんな。ねー。回収できてよかった。ねー、よかったよかった、本当に。ねー、ということでですね、お時間となりましたので、はい、皆さんまた次回もですね、聞いてくださいね。うん、はい、ということで、ここまでのお相手は鈴田ひなと西尾優香でした。おつまみ。この番組はバンドリガールズバンドパーティーの提供でお送りしました。